Hi everyone, let's continue the game Light of Dragon Gaiden. Going to Collision Lobby.Only gold rank can enter this night pool. I'm now silver rank.Two Sotom Worry Well, I need to do the, all the cards to get good item. Boring. What's our next task?Can we do the Akami quest first? Joryu! Dore ni suru? Ah, we can do more quests now. Let's do this.A simple heavy lifting job. Joryu! Yeah. あのね。せやね。あんな？何？せやね。ええ。ほんまに？バッチリ頼むで。ええ。
go see the client. Let's go. Are you kidding me? No, I'm very. どうしてる？特に問題ありません。おとなしいものですよ。わかった。俺もそっちに向かう。Do the night lodging hello.
Hãy nhìn mà mặc cũ. Đấy, gọi em ấy. Đấy, gọi em ấy. Oh, it's the what? Karaoke. This must be the play, just one of the many dodgy bases that Hanawa mentioned. こちらへ。ああ大道寺は蒼天堀にもこんな味とか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。鶴野もここにいるんだな。ええ、あちらの取り調べ室。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば故障しかねますが。あれから何か聞き出せたか。いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかしいつ大阪に。あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。その邪険にするな。あんたは不審が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは。主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花尾さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ花輪君がピンチになったのは、元をたどればその人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように
自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し、一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束が守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてあるつぐも、その弟分シシド、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。全部で何人になる？何？25名です。お前らまさか皆殺しにする気か？もう一人、渡瀬勝も加える。あっ、殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ、私も大道寺って組織の冷酷さんには怖くない。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすれば、ペナルティを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね？桐生さん、今度はあんたで取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ、もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな、潮流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです。残念ながら、あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか？ジョーリー、お前ら下がれ。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には海連合がうようよしてんだ。やっちまったな、上流。何やってるつるの？行け！どうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ！あいつらに手出しはさせねえ。なあ、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。あなたという人は気に入らない。キーヘイは大ロジエージェント。
おお、もう意外にすぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて恨みますよ、桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は、もしもし、どちら様でしょうか。もしもし、はるか、もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れ、大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん、手を振ってください。
わかった、花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。ただ、あなたが服従の意思を見せてくれればすぐわかるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちら。本当に残念です、こんなことになって。 Whoa. That was a threat. なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。What the hell? 何を What the hell? やってんだ俺は。 Why did he handcuff Curry? 3 now. Oh yes, the man who knew too much. Doing the side quest, but this is the main one. Kiryu Kazuma.Yeah, I thought I defeated Yoshimura just now. じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花輪のとこに連れて行け。カーリーキャッチャー。あれから何にしたった。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったか。残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる。と言いたいとこだが、武士も情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこで。それは変わんねえだろう。恩に切る。おい、言っちゃったんだ、キューレムだ。サイン、サレンドよ。キリュウさん。処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず組織を危険にさらした。自分の蒔いた種は自分で刈り取ってもらう。
ひざまずけ、キリュウ。最後は潔くな。What are they gonna kick here, Curry? いつでもいいぞ、花輪。今度はお前が忠誠心を示す番だ。キリュウは命の恩人だろうが、組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。I don't think you'll kill him.信じられません。道島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ、担当したエージェントを始末する、辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力を惜しむ。What the hell? これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。So many guns playing him scary. お前も処分の対象だ。He's so scared. Shivering.I also will shiver now. いいんだ、花は。俺はもう3年前に死んでいた。You call it my no, no show already. そうやってあなたはいつも。I think he will kill himself.今日まで生き残れたんです。花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったから。 I knew it. 花は will not kill Kari. 私は彼に二度助けられている。Lightning, Hanawa will die. いいんだな。よせ。何やってる、Hanawa。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでも、やっぱりできないんです。私に、あなたを殺すことはね。了解した。おい。見上げたもんだよ、花は。合格だ、二人とも。主任。おお。で、だ、でもね。That's a good way to test people. Test their loyalty. すまなかったな、キリュウさん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。キリュウさん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、キリュウさんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。ならそいつが本当か確かめる。
花輪、あの爺さんに向けて撃ってみろ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。なあ鶴野さん、お前近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や。わあ、50 billion、 そうまい。それと引き換えに大東氏からキリュウさんを生かすチャンスをもらいましたが、 Can give me 1 million。 あんたを俺らの仲間に引き入れるため、うん、500億の資産や、500億の資産や、どんな堅物だってまだが緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして、仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がないことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。ヒリオさん、もちろん聞く。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねば、あんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか。約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立っちゅうことでええやな。うん、そういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいこら、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか。別に言われませんよ。バカ言え、みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。あ、キリュウさん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。キリュウさんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああ、そうだな。住職、もしかして
私を迎えに来てくれたのか。ええ、無理を聞いてくださり感謝します。死に、あんたから直々に命乞いされちゃうな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてるといたじつくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。In the story, I think I shot him. もうお前のことは花尾に任せる。こ、ジョリュさっきまで生きるか死ぬかの瀬戸際だったんです。私も一息つかせてもらいますよ。これつけろ。詳しい話はまた連絡させてもらいます。とにかく今夜は赤目んとこで休んでください。come in and fight ya. Ready. Tema to the seventh.